誰だ誰だお前俺はどこ出てくるよ。バカじゃないの、目を開けてよ。あなたの周りに見ろよ。何を見えますか。俺たちの周りは火がある。なぜこのところに。しないよ。たまたま地獄へ行き着いたんだ。地獄にいるってどういうこと。あなた自身の死を思い出せないね。あなた嫉妬のせいで侵入を37回を差し通す。私それを見ました。それからアナでデパートのトイレを殺された。本当に情けなかった。俺覚えてる。あいつは俺の彼女を盗んだ。あれは完全な犯罪だった。警察は俺を怪しいって思ったんだけど、彼らは俺と殺人をつなげられなかった。でもなぜこの俺が殺されました。どうやらあなた今怒ってる。知ってる？地獄に出入りの人は地球上の人に迷惑をかけるの先見がある。もちろん今あなたも我々の人間だ。そうか、それなら俺をお前と連れて、そして俺を教えて。最初は俺の死を仇を討つ。そして俺、人間の世界に闇を広めるの新しい目的を全うする。